ソフトバンク4-7楽天3日。ペイペイドームソフトバンクは逆転負けで、ここまで3勝2分けで負けなしだった楽天に今季初黒星を喫した。2年ぶりだった9連戦は2勝5敗となり、2試合を残して負け越しが決まった。工藤公康監督57は、まあ常に勝ち越していくのが理想ですけどね、うまくいかないところはあります。スタンドには今季最多18,382人のファンが詰めかけたが、喜ばせることができなかった。粘っていた先発に子を続投させた7回、先頭の9番下妻に四球を出し、ピラで1進塁となったところで懸命につないだ。2番手加山が打たれ、致命的な追加点が入った。指揮官は見込み、最初のピッチングでなんとか勝ち星がつくようにと考えたんですけどね、裏目に出てしまいました。これは僕の責任ですよと振り返った。パリーグは混戦模様となっており、まだ首位楽天とは2ゲーム差、すぐ後ろには 0.5 差で3位ロッテ、1.5 差で4位オリックスが迫ってきている。工藤監督は我慢するところはしっかりして、悔いの残らないようなゲーム、最後まで諦めないゲームをこれからもやっていきたいと気持ちを切り替え、次戦に目を向けた。山本大地関連記事。ソフトバンク工藤監督が通算513勝と野村克也氏超え、球団史上単独3位。珍プレー、ロッテ安田の打球が外野フェンスとネットに挟まれたい。翔平やっぱりすごいです。試合後ありハラハラライン。栗山監督明かすマイナスカーショー、困らせてやろうとダルビッシュから押し出し四球選ぶ。大谷翔平が近藤麻理恵さんとこのボのツーショット。